懐かしくない情報来たスタンスが。学食ったの1年の一番最初あたりのちょっとだけだったな。 あとはたまに誘われたらぐらいだったかな。いやなんだかんだ食っちゃうんだよな。自炊が安い、自炊が安い。なるほど。どうしよう、お茶にどうぞだって。え、マジで？ありがとうございました。ごめん、もらってこう。いや間違いなく9時なんだよな。あ、でも出てたか、みんなちょっと音情聞かせてくれたんだろうね。俺、ラストオーダー8時半ってことは俺ギリギリ、俺はギリギリアウトじゃん、LINE。 いや、8時50分。ん？ 20時50分50分って書いてある。ああ50分か。まだギリギリアウトなこと思ったわ。俺は49分か8分で滑り込んでるの。43分か。ああ割となんとかなる感じ。ああちょっともうちょっと時間が欲しかった。1000円くらいでね。ああ、強いてだとあと7分くらい欲しかった。猶予がもうちょっと、そしたらゆっくり食えたかも。あとは宿に泊まるだけ。宿は泊まるよ。うん、さあ、今宵の宿のな、寝心地はどうかな。ふっかふかだぜ。え、ふっかふかだぜ。枕もある。勝てんだよ、あの真四角のやつ。真四角長方形、勝てんだよ。使わなかったわ、結局。あの椅子を使ってたもん、枕に。そっか。あーでもダメだな、結局車寄らなきゃダメだな。ズボンだけ持ってき忘れたわ。まあジーパンで寝ることがなくなったから、やっぱ慣れたことで衣装まで持ってきたから、そういうことすもんな。で寝てブランケット2枚ぐらいかっぱらってこよう。寝かけのカードが多すぎてな。え、寝かけのカード3枚出てくる。寝かけのカード1枚紛失しから、しかもよりによって快活くる。そうだよ。うん、まあどこ行ってもまあどこに噛み合えば使えるから。安全っちゃ安全だよ。この快活は結構アプレッシャー寄りなんだね、いろいろあって。そうだ、まああれわらびの快活がなんか珍しい感じだけど、うん、いや結構これが普通だと思う。なんかお、学割あんじゃん、200円引きだった。でかい、ここも学割あったね。たまにないとこあるのにね、シャドウ店って割とないのにね。うん、学割聞いてて、かつ朝飯ももらえる、めっちゃ優しい。値段がアップし、値段がそれ以上アップしないことを考えた上でさ、うん、早めに出たとしてもさ10時間パックぐらい組むのは妥当だと思うけど、どう思う？あ、いいと思う。っていうか勝手に移行するタイプだったっけ、快活は。何だっけ、自由空間が動かないんだっけ。自由空間、え、動かなかったっけ。動かない自由空間あるよね、かなり。ああ、そっか。うん、実際北海道の動いてないよね。まずあれ動いてない。
多分秩父のが動いてたんじゃない。あ、秩父のものはある程度決めなきゃダメだったわ。自由空間は微妙なんだわ、やっぱり。快活はいける。うん、さすがの俺もそこまでやんねえだろうって。やるな、やるよ、やりかねないよ。星が14時間ぐらいに減るよ。あ、もう24時間超えてる。あ、そういう気づいたらね、なめんだよお前。こっちはな、37時間だぞお前。弾を取られた時な、何日ってなったよ。何時間あった？あるよ。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、6。いや無理が12時間だろうな。2090円、税込みが引かれる感じになるな。2063円ってとこだな。あら、お安い。うん、もう安いですね。ちょっと待って、財布出したいですね。財布出したいよ。待っとって、ここだ。いやでも一応分かりやすい仕組みで向こうとね、いつも間違えた。向こうと使うの？いや、もらうだけもらった。そういう悪い。行くぜ。おー、王子ちゃん、おかしいね。はい、フラットシェルト53番と52番。はい、お客様の会員証が必要ですか？あ、すいません、ちょっと会員証なくなっちゃってて、一応会員登録はしてるんですけど。では再発行という形でもよろしいですか？あ、はい、少々時間いただいて。あ、大丈夫です。この 2,3 確認書をお願いします。今の会計1954円でございます。352円です。困ったこといいな。昔の財布に入ったまんまっていうな。食べろ。送られたよ。確かにガーツコーナーでいいんじゃない？ビリヤードコーナーダーツワッチャーで。オープンシートビリヤードダーツどれがいい？オープンシートビリヤードダーツどれがいい？ビリヤードだ。あ、よし、ビリヤードだ。ダーツ4だ。明日やめる。朝からまた開始ダーツしてるんでしょ。でもすげえ、1340点が出さ、それでさ、何のゲームやの一発で勝ちたい？俺、大変作って。ちょっと待って、ちょっとそんな面白いだった。3本同時に7点。機械を反応してしまう。寝ろって思うよね。寝させて。寝させて。かわいそうに。お客様、こちらにカタカナでフルネームをよろしくお願いいたします。はい、はい、お願いいたします。では52番と53番のお願いします。はい、大丈夫です。
打ち間違えたのかね、前の人が。かもしれない、その間違え方あります。うん、半ばありそうな名前だから。確かに。じゃあこちら52番です。はい、会いたくて震えたけど就活の場で会えなかった佐野ひな子ちゃんがトップだ。あとで読もう、グラビアだけ。全部のグラビアだけ読んでようかな。うっとか言い始めるよ、隣で。なんでお前も灰皿もらったの。俺はなんか気を使われたのかと思って勝手に渡されたんだよ。第7の最終巻がある。ジャンヌとマリーがユリユリしてる。うん、何時が違う。52番ここじゃないな。スモーキングエリアだったらこう。でもフルフラットってスモーキングエリアしかなかったよね。うん、そういう運命なの。やっぱ星野あっちの工事機にしか向かってない。